すごいすっきり読める執着攻めかななんて思って、移動してるのとまた違う感じもしてめちゃくちゃいいですね。そうですそうです、なんかこういう執着もいいなと思ってこんにちは、ちるちる商業 BL レビューサイト、ちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、マイベスト執着攻め。いや、執着といえば BL、 BL といえば執着とね言えるほどですけれども、いやなんか執着攻めっていうその4文字があまりにしっくりきすぎて攻めと執着別に別物の言葉なのに、はい、もう一つのワードとしてもう流通してますよ ね勝手な解釈ですけどそうですね。なので、はい、今回は私たち2人がそれぞれ1作品ずつ、執着攻めが登場する作品を選んできまして、ちるちる内で執着攻めというタグで検索したら出てくるその作品の中選ばせていただきました。こちらを紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、まず綱吉が紹介させていただく作品はこちらです。お下劣田中先生のエスケープジャーニーです。はい、こちらね、有名作というか、現在3巻まで出ております。3巻で完結してるんですけども、ここにね、すごい執着攻めがね登場するんですよ。そうですね、もう非常に私は大好きでして、うん、はいはいはい、で今回ちょっと1巻の最初の巻をメインにお話しさせていただくんですけども、はいはいはい、こう攻めのね太一くんと受けの直人くんの2人がいまして、うん、高校時代付き合ってたけどちょっといろいろあって別れて、でも大学で再会してまた付き合うみたいな感じなんですけど、今すごい簡単に言いましたけど、全然この道のりはなんかもう簡単なものではなくて、あ、山あり谷あり、そうなんですよ。でそもそも1回別れたのにもう1回付き合うって、まあ、そうそうないじゃないですか、うん、そうですね、確かに。でしかも大学で再会するっていうのも、うん、まあ、ちょっと珍しいというか、うん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 、再会というかこう高校は同じだったんですよ、うんうん、だけどちょっと別れてからギクシャクしてたのもあって、はいはいはい、お互いがどの大学に行くとか知らないはずなんですよ、はい、あ、じゃあ結構もう亀裂が入ったというか、そうそうそう、決定的に別れてるはずですよね。それはもうなんか恋人でもないし、なんなら友達以下みたいな感じになっちゃってるのに、なぜ再会したのか、はい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 、もうそこからですよね。そうですね、いやまあ運命とか奇跡とか言っちゃえば簡単なんですけど、はい、まあまあそこにね執着攻めのものが何か詰まっているというか、ちょっとこれもぜひコミックスの方で答え合わせをしていただきたいんですけども、はいはいはい、なんかこの2人一回別れたっていうのも、はい、恋人よりも友達の方がうまくいくみたいな、あ、なるほど、この、うん、こいつとは恋人じゃない方がいいっていう感じで、はい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 、お互いなんだかちょっと付き合うってなると喧嘩が増えたり噛み合わなくなったりとかがちょっと多くて、うんうんうん、傍から見ててもなんかじれったいっていうより、なんだろう、こんな言わなければいいのにってことを結構言っちゃってぶつかっちゃったりとか、じゃあ付き合うことでちょっと傷つけ合ってしまうような、そうそうそう、うん、絶対に付き合っているっていうのはお互いも分かってるし見てる方もすごい分かりやすいんですよ、はいはいはい、だけど なんだか何かが噛み合わないっていうちょっと関係性の2人で、でその関係を生み出しちゃっている理由の一つが私は執着攻めにやはりあるのではと思いまして、はいはいはい、攻めの太一くんが本当になんか好きなんですよ、直人くんのことが、はい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 、好きで結構本当に些細なことでも嫉妬しちゃったりとか、嫉妬を直接直人くんにぶつけるっていうより自分の中でいろいろ解決しちゃいがちなところもあるので、なんかお互い思ってることを言えないプラスクソデカ感情を持ってるせいでもう余計こじれこじれってなっちゃってて、でなんかそれが結局2人のすれ違いとかにもつながっていくので、3巻かけてね執着攻めの勢いは決して落ちていくことはないので、そこは変わらず期待してね、すごい読み続けられるんですけども、なんか愛がでかすぎて、はい、逆に愛が伝わりにくくなってる感じ、あー、なるほど、っていうのがこの作品の全体のから感じることなんですけど、なんか喧嘩の原因ってこう2人がそれぞれ別の価値観持ってたりとか、うん、ぐるぐる言葉にはせずに内側で考えちゃったりとか、うん、本当にいろんな理由があるんですけど、それをまた解決するのも執着してる
この太一くんの気持ちとかにもなってくるので、執着では決して悪いことじゃないっていうのもまたシリーズ通してね確認できるので、ちょっと私この執着攻めと言われてやっぱりこれがすごいすっきり読める執着攻めかななんて思って紹介させていただきました。はい、続いて私が紹介するのはこちらです。はい、アリンコ先生のキスミークライングです。はい、これも結構なんか執着攻めなのではって私はすごい思ってちょっと紹介させていただければと思うんですけれども、はい、まずちょっとあらすじですね。この2人が今日韓で国を越えてちょっとユニットを組んでるアイドルでございまして、まあ、なんでそのアイドルとして組むことになったかと言いますと、この日本人のこっちのノア君って男の子がまずその芸能事務所に在籍してるんですけど、なんか君惜しいよねってずっと言われ続けてて、こう日の目を見ることなくなかなかこう来てたところに、こう兵役でちょっと元入ってた韓国のアイドルグループを休んでいて、復活、芸能界に復活したこっちの J 様がですね、1年間限定ユニットで一緒にやりたいみたいな感じでユニット活動を始めていく2人で、まあ、そのユニット活動のために共同生活も始めて、日本でのこう再出発、 G 様の再出発とノア君のデビューをかけて1年間2人でこうやっていくっていうお話なんですけれども、はい、結構その力関係というか初手の話だけでいくと、その G 様の方はもともとスーパーアイドルとして名を馳せていた人物なので、彼の方にそのどっちかっていうとそのまだ売れてないノア君の方がこうべったりというか依存していくんじゃないのかなっていうふうに思われるかもしれないんですが、この攻めのですね G 様の方がどっちかっていうとなんですよ。そこがすごい萌えだなと思いまして、そう、実は本当にノア君にご就寝なのはね、ジェイ様の方なんですよね。かっこいいな。ファンとして見ててちょっとドキドキしちゃいそうな。そうなんですよ。で、結構その本当何をやってもそのアイドル業としてはもうなんか右に出る者はいないぐらいのスーパースターのジェイ様なんですけど、そんな彼だからこそこう天才ゆえの孤独はずっとこう抱えていたところがあって、なんかそんなところにこうノア君のような結構ジェイ様のことを最初から人間扱いしてくれるような相手に出会って、ジェイ様の方が火がついてしまったというか、ノアはノアは俺のものにどんどんこうなっていく、俺のものって意識をこう持って接していくんですよ。なんでこうなんかジェイ様結構ノア君のことになると暴走しがちというか、なんか顔のいいイケメンがそのもう一人のイケメンのためにこうガッてなっちゃう感じすごい好きですね。いいですよね。でなんか結構そのジェイ様はもちろん母国語が韓国語じゃないですか。なんでそのノア君にこう分からないように結構独占欲丸出しなことをノア君のいる前でボソボソボソってこう韓国語で言ったりするんですよね。なんかそういうなんかいいなと思って。なんかこの日韓ね2人じゃないとちょっとできない感じですよね。それはそうですよ。そこもだから結構日本語でノア君に伝えてるところはなんかそんなジェイ様って結構ノア君のことをこうなんかもてあそんでる感じなんじゃないのと思いきやの、やっぱおちょくってんじゃないのって思いきや実はなところがね、それか感情はジェイ様の方っていう感じですよね。でそのそういうわけで結構ノア君のその魅力を引き出したいし、なんかそれを一番こう活かせるのは自分だから、ノア君のそばにずっといたいっていう気持ち、アイドルとしても、まあ、講師ともにっていうのがあって、それがこう1巻2巻かけてその2人の関係がどん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 成長していくんですけど、なんかその中でも私がその一番好きなエピソードはその1巻中盤で出てくるなんかコンサートのお話で、この2人でそのコンサートをやるってなった時にちょっといろいろあって、ノア君がトラブルで会場に着けなくなっちゃうんですよ、時間までに。行方不明みたいになってしまって、その時に行方不明になってるノア君のことをジェイ様はひたすら信じて待つって言って自分が全部引き受けるっていう、こうなんか好きだからこう執着をしているがゆえに相手に対しての絶対の信頼を置いていて、そのためにこうなんかスパダリ仕草じゃないですけど男気も見せてくれるところが、こうなんか激重感情を持っていながらもその力をこうなんか推進力に変えて仕事でこう輝ける方向にどん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 導いてってくれるジェイ様は素敵だなと思って、なんか結構何でもできる風に思っちゃいますよね。それ言われちゃうと、しかもなんか移動してるのとまた違う感じもしてめちゃくちゃいいですね。そうです、そうです。なんかこういう執着もいいなと思ってこれを選ばせていただきました。
はい、ということで今回は、私たち2人それぞれの、ベスト執着攻めを紹介させていただきました。いやいろいろね、執着といってもなんかいろんな執着がありますよね、うん、そうですよね、はい、一口に言ってもなんか重めの感情をガーってやるタイプもあれば、なんか口に出さないけど下でちょっと陰な感じでずっと思ってたりとかもあるから、 それぞれのお好きな執着攻めってあると思うので、ちょっとぜひ皆様のね推し執着攻め作品をちょっと教えていただきたいので、コメント欄なんかで教えていただけますと幸いです。今回紹介させていただいた作品のチルチルの紹介ページを概要欄にも貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。それではバイチル。